なあ、この原。川口だよ。クラスメートの名前くらい覚えろ。まあいい。ところで、お前に聞きたいことがあるんだが。お前、一栄の立花真由美さんと最近一緒にご飯食べてるんだって？やっぱりか！くそ、羨ましい、羨ましいぞ！悪い。あ、くそ、それにしても羨ましいよ、本当に。ファンクラブの会員だ。当たり前だろう。お前、真由美さんとそんなに一緒にいて彼女の素晴らしさがわからないのか？うわあ、こんな無知な奴が真由美さんのそばを独占しているとは。貴様、どうやって真由美さんに取り入ったんだ、この作詞が。すまん。ち、運のいいやつ。それだけといえばそれだけだが。しかし、お前は真由美さんのことを何にも知らないんじゃないか？そんなことは許さん！いいか、俺が教えてやるから、耳の穴かっぽじてよーく聞いとけ！まず、真由美さんは模範的な優等生だ。礼節を守り、教師の覚えもすこぶるいい。その上、成績も常にトップクラスだ。全教科においてな。ただ、唯一の弱点といえば体育だ。真由美さんの繊細な体は野蛮なスポーツには向かんのだろう。そして家柄のことは誰も知らず、聞いても教えてはくださらないが、それも奥ゆかしさの表れ。
あの気品からして真由美さんはどこかのお嬢様であるに違いないと噂されている。そして何はさておき、あの可憐な容姿。なんだよ、水を差すな。え、あ、そうか。だからだな、俺が言いたいのは全ての点において真由美さんは完璧だということだ。バカだなお前、それだけ真由美さんのそばにいて何にも感じないのか。真由美さんのことはなぜか守りたくなるんだよ。なんていうか、儚げで華奢で頼りなくて。真由美さんを守りたい男が増えすぎて一時期一触即発の事態になった。だから抜け駆けしないように紳士協定という形でファンクラブができたんだ。もちろんファンクラブに入れば特典もある。解放だ。そうだ、月に一度ファンクラブ会員限定で販売される。ファンクラブ会員以外には教えてやらん。もちろん決して怪しい代物じゃないぞ。全て真由美さんの了解を取ってやっていることだ。公認というと違うのかもしれないが、許してくださっているという感じだろうか。まあそんなわけだ、この原。お前もファンクラブに入れ。そうすれば解放が読めるぞ。真由美さんグッズも売ってるんだぞ。欲しいだろう。会員に去年投稿作品が入選した以来、若手新進気鋭作家として名高い漫画部部長がいる。彼がキャラクター化した真由美さんのイラスト付きマグカップ、タオル、携帯ストラップなどなど。さらには真由美さんの声を収録したメール着信音、目覚ましボイス、留守電ボイス、パソコン起動音、エラー音。
現在は真由美さんをヒロインとしたゲームを開発中だ。どうだ、これらは全てファンクラブ会員にならんと手に入らないものばかりだぞ。つうか入れ。とりあえず俺はお前が真由美さんと二人きりでいるのが気に食わん。そういうこと。真由美さんに何かあったらただじゃ浮かないからな。け、どうだか。
だった。私下ばかり見てたから。上ですか？大丈夫です。そのネジ。はい、そうなんです。ありがとうございます。すみません、すみません。すみません。ありがとうございました。目を離すとすぐに跳ねていっちゃって。でもこんなに元気な子はきっと立派に働いてくれますよね。何でもありません。ごめんなさい。変なこと言っちゃってすみません。失礼します。Thank you.
昨日はどうもありがとうございました。それで先輩は、この原先輩、ありがとうございました。すごい荷物ですね。お疲れ様です。はい、市民会館でクラシック音楽を聴いてきました。
私も気持ちよくなってうとうとしちゃいました。え、眠そうな顔してますか？実は探し物に夢中になってて。どこでなくしたのかわからないから歩いてる間に探してたんです。ありがとうございます。こんな風に拾って大事に預かっててくれるのって木ノ原先輩が初めてです。私ドジだからいろいろよく落としちゃうんですけど、ゴミと思われちゃうみたいで。行かなきゃ。木ノ原先輩、すみません。